プレゼントもありがとう。ありがとう。ハートも、ゆきもありがとう。お疲れもありがとう。こんばんは。皆さんこんばんは。中村舞です。プレゼントありがとう。結婚してもありがとう。ゆきもありがとう。クリスマスライブありがとうございました。ドラマもありがとう。お疲れ様です。ありがとうございました。本日は課外活動と、そしてST48 全体の2公演だったんですけど、来てくださった皆さんありがとうございます。そして配信を見てくださった皆さんもありがとうございます。ピンクの、え、これめっちゃほこっとるな。鏡です。この鏡さ壊れてさ、立てかけられなくなったんだよね。ここに置いてるピンクの等身大鏡。コンサート、あー、ありがとう。キモハートもありがとう。ありがとうございます。楽しかった。課外活動は四国は初っ端だったんですけど、そう、どうもありがとう。めちゃめちゃ楽しくて最高でした。珍しく、そう、あのヘタレの衣装を着て、あの衣装なかなかライブで着ることないんで、めっちゃ久しぶりでした。そう、セトリもちょっと変わって、新しく、そうなんですよ、新しい曲をさせていただきましたありがとうございます。そうなんだ。プレゼントありがとう。ここもありがとう。鈴鹿系、そう、シャーベット、そう、シャーベットピンクも意外でしたか。君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートの色。そう、あのドラさんのね、みゆみゆセンターの曲なんですよそうなんですよ。みゆ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 、そう、同期で、センターあたりやだ。そうなんです。鈴鹿系、そう、ずっとやりたかった、あの曲やれて嬉しかった。ありがとうございます。ヘビロテもね、あのあずみんセンターでしました。あずみんがヘビロテやったことがなくってやりたいんですって言ってて、そうそうそう、なんかね、ヘビロテとか結構私は初期の時にもめっちゃやってた曲なんですよね。なんかイベントとかでよく、なんかまだ STU 出来たての時に、そう、結構フェスとかでよくやってたから、そう、でもあずみんやったことがないって、そう言ってて、やりたいんですよって言ってて、そう、よくやってた。最近はちょっと減ったけどね、
ありがとう。そう、四国はちょっと瀬戸りも違った感じでお届けしました。 ST48 の方はなんかマジで振り返りみたいな感じでしたね。ありがとう。ありがとうございます。菜の花、え、なんか空葉がなんかめっちゃ泣いて、なんかね、そう、ソラハが泣いてて、終わった後もソラハなんで泣くんってオキちゃんとソラハ、ありがとう。オキちゃんがさ、ソラハはあれやってリカワで2位やったのが悔しいよって言っとって、えぇって、そらは2位でまだ悔しくて泣いとるって、それも悔しいって言ってました。それか、いや、それだけじゃないそっちじゃないよ全然。いや、なんかでも菜の花流れた瞬間に、まだそこまで浸透してないんですけど、ペンライトをね、黄色の菜の花カラーにしてくださる方がいらっしゃって、でなんかソラハはそれを見てだんだんこううるうるしてきたらしくて、そうなんですよ、ちょっと浸透したら嬉しいな、菜の花カラーにしていただけたら。黄色です。なかなかね、披露する機会がね少ないのでね、周年ぐらいなんで、ね、覚えてきますって了解です尊い、ありがとう、今日もありがとううん、そう、今日はクリスマスイブですからね。ちょっと待って、タワー来とった。もう、いや、もうやばい、今気づく、ちょっと待って、めっちゃくしゃみ出そう、なんでやばい。あ、広島港パセリさんか。ありがとうございます。広島港パセリさん。ありがたわ。もう一個来とるわ。ちょっと待って。にゃ太郎さんだ、にゃ太郎さん。ありがたわ。ありがとうございます、ありがとう。これは呼び出しします、ありがとう。やばいやばい、ごめん遅くなった、いただけれてよかった、ありがとう。読みなじまーす。ありがとうございます。じゃあちょっとタワーの昨日のお礼も後でさせていただきます。終わりに。ありがとうございます。ありがとう。すみません。後ろの服が気になる挟まってる、よく挟まるんだよね。
今日はね、もうクリスマスのコンサートラストでみちさんが卒業発表をそうして、なんかこの間おきちゃんがして、もうなんかちょっと立て続けな感じがすごいするんですけど、心をいつかん、そうよね、言えてありがとうございます、押してとお使いありがとう、そうなんですよ、3月31日に卒業コンサートを、そうするということで、結構もうなんか年明けてからさ、早くないですか、なんかこう1月2月3月ってあっという間なイメージがあるんですよ、自分の中で。だからめっちゃすぐだろうなと思って、ねえ、そうキャプテンね、えなんかマジでなんか本当にうーん、なんか想像できんすぎて、うん、キャプテン、なんでや、私は絶対100、もう180%ぐらいキャプテンじゃないよ、絶対に違うから本当に私はそんな能力はございません。いや、やっぱすごいですからね、なんかもう本当に、なんだろう、すごい大変だと思うし、いや、もう絶対違う、やめて、次だねとか絶対言わないで、100%言わないよ、ダメ、言わないでください、180%、もう 120% とか 150% どころじゃない、 180%、わすごいプレゼントありがとう、ありがとう、めっちゃなんかいろいろ考えるわ、ほんまに、うん、なんかすごい考えますね、なんかね、なんかさ、私さ同期がもともと少ないからさ、その STU5 人で同期入ってさ、でさ、その卒業、同期の卒業発表ってさあんまりこう経験することがそこまでないからさ、この間おきちゃんの卒業発表を聞いた時にさ、すっごい心がさ、もうなんかしんどかったんよ、すごいうわーってなっとったよね、さ一期生がさ、めっちゃみんな泣いてて、やっぱ同期の卒業発表いっぱい経験してるだろうから、すごい一緒にさ、やっぱ最初からやってきた仲間だからさ、すごい気持ちには
なるだろうなと思って、同期にしか分かんない気持ちも多分あるからさ、なんかすごいすごいな感覚が、ありがとうギフト。ラムラコンビがムラムラコンビ、あえあれですよ、みちゅさんと私みちゅさん、まひなさん、おきちゃん、ほのたんさんが同世代だったんですよ。で同世代だった、同世代なんですよ。でおきちゃんとみちゅさんが卒業しちゃったら、もうまひなさんと私しか同級生、そ同世代いなくなる。そうなんだよ、実はそこが同じ成人式も共にしたので、そうモタンさん、そうなのよ。なんか卒業発表があるたびに、もうなんて言葉にできん、なんて言ったらいいかわからん、めっちゃもうなんかすごい寂しい、なんかみんなが卒業していくの、めっちゃ寂しいです。寂しいね。ね、ちょっと待って、何時だ、51分か、ありがとう。ありがとう。とっといプレゼントありがとう。もうね、お前なんか引っ張ってってねとか言われる、もうそんなこと考えてられるか本当に引っ張っててとか言われても、そんなこと今考えてられるか、考えてたまるか、今はこの思いに浸らせろ次のことなんか考えてられませんよ本当に。もうそんなに心の切り替え早くない。体調？あ、でも今日はすごく調子がいい。です。そう、ご心配おかけしてます。ありがとうございます。ケーキ食べた？食べたよ。スーパーのケーキ。食べたのと、でも昨日も食べたんだよね実は2日連続ケーキ食べましたチキンは、あ、チキンも食べました。そうなんですよ、家で食べました、帰ってきて。そう、メリークリスマス。
メリークリスマース。明日はねクリスマスだから今日サンタが来るはずですね。ちょっとじゃあタワーのお礼をしようかな。まずはアルフォートさん、ありがとうございます。これは笑顔のチャンス。誰にも一生忘れ、今年1年ありがとうございます。ありがとう。来年もまいちゃん推しよろしく。ありがとうアルフォート、ありがとうございます。手うまいんでしょ。これあのこういうポーズがあるの、それ。ありがとうございます。じゃじゃん。続きまして、マクアラオンさん、じゃーん、ありがとうございます。マクアラオン、ありがとう。カメコ、いや、カメコの皆さんもありがとうございました。撮ってくださってね、本当にクリスマスありがとう。じゃじゃーん、マクアラオンありがとう。カメコです。カメラだった、これカメラ、ありがとう。いいね、ありがとう。え、カメラに見える。え、続きまして、ミューラッチさん、ありがとうございます。ミューラッチ、角生やしときました。ありがとう、三浦っち。ありがとう。プレゼントもらってる。ありがとうございます。でで、横顔うまいやん。え、これ？初めて言われた。あんまりうまいと思わないんだけど、ありがとう。優しいね。ラブです、ラブ。ありがとう。そしてパフィンさん、ありがとうございます。昨日誕生日と聞いたのでハッピーバースデーということで、おめでとう。パフィンさん、ありがとうございます。輝いてる、輝いてる、ありがとう。これは心の声書いた。俺だーって、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ということで、また呼び出しします。おやすみ。めっちゃくちゃ眠たいです。寝れそう、いっぱい寝、あ、1分、ちょっと待って。りょんきゅうさん、ゆずきちさん、おっさんとサムさん、福太郎さん、アルフォートさん、東京のスワンさん、広島コーパセリさん呼び出します、にゃ太郎さん呼び出します、トールさん、ピロミンさん、シーサーさん、くまねパパさん、太郎くんさん、ありがとうございます。また明日、メリークリスマース、ハッピーニューイヤー、2023年、ありがとうございました。良いお年を。
またしたね。早めに伝える。ありがとう。グッナーイ。あ、今日はツインテールでした。編み込みツインテールでした。あ、ちょっと、おやすみなさい。